高輪強化道橋高輪強化道、橋本駆道を通過するタクシー、高輪強化道、橋本駆道は、東京都港区の高輪強化道強化を通る高輪地区と江南地区を結ぶ区が管理する道路で、駆百241号線になる。高輪強化道橋には、田町駅から品川駅に伸びる JR 線が通っており、高輪強化道、橋本駆道はその下をくぐる駆道にあたる。 一方通行で、道幅は5メートルくらいあるが、天井の高さ制限は1.5メートルと極めて低い、ことで知られる。明治初期、この地域は、海で、新橋、横浜間に鉄道が開通した時50メートルほど、沖合に築定して、そこに線路を敷いた。高輪強化道橋は、運河から海へと出る水路があった名残で、後年海側も埋め立てが進んで人や車が行き来する。 ガードとなった。なお、駆動としては稼働橋を抜け港南側に出ると右折し、東海道新幹線と芝浦中央公園、芝浦水再生センターの間を一車線一方、通行で南下し、NTT データ、品川ビルのところで、駆動242号に合流する。2020年4月12日から2032年3月まで、高輪ゲートウェイ駅を中核とした周辺地区の グローバルゲートウェイ品川開発に伴い車道が閉鎖される。2021年5月11日より一部区間が地表を通る仮設の迂回路となった。現行共用線路部分は従来の地下道に交流する。迂回ルート2021年5月11から31日までの高縄川仮入り口、右側は通行止めになった。 旧路2021年5月11から31日までの暫定ルート2021年6月1日からの仮設ルート高輪川の入り口は高輪大木戸跡の,後の裏手に移設された階段を折り挫折すると旧来の河道橋へと入る。右側は天井が撤去され露出した旧路を見ることができる最重点施策。港区2019年8月1日閲覧。 ABC、高さ制限は1.5メートル。高輪共可道、橋本駆動品川再開発でどうなる。乗り物ニュース。株式会社メディアバーグ。2019年8月1日閲覧。AB 港区管内路線番号一覧図港区。AB、新駅で消える山の手線。低すぎるガードの秘密。東洋経済オンライン。東洋経済新報社。 2019年8月1日閲覧。AB 高輪共可道橋本駆道の車両通行止めについて港区。2021年5月11日最終閲覧。ありがとうございます。